ちは、健吾です。今回は練習中にグリップを少し工夫してみました。私は普段こんな感じであんまり深く握らない浅めな握りをしてるんですけども、今回フォアカットの時に少し親指を深めに入れてやってみました。ラケットはアームストロングの5枚交番の、グリップは少し細いタイプですね。で、結構重くてがっしりしてる、フォアのラバーはニュースピードハイウス、バックはコバルトの小粒です。で、こうすることによってどうなるかというと、大体まっすぐになってるよりも少しこうなる、内側に入りますね。まあ、イメージとしてはカーブドライブ打つ時のようなこんな感じ。こういうグリップというのはですね、中国のディンソンとか、あとワンホイですね、大きい選手とか、まあ少し昔の中国系のカットなんかよくやってるグリップですね。で、逆に、ユセイフとかチェンウェイシンドは結構がっちりと入ってる、割とこうなるグリップなんですけども、こうなって内側を向く、ワンホイ型のグリップにちょっと変えた、本当にちょっとなんですけど、こうしたことによってどうなったかと言いますと、ワンホイのように体の回転をスッと使う、この動きとラケットの動きは少しシンクロするようになったんですね。なので今までもグリップで体の回転をこううまく使ってそれに合わせてというふうに意識してはいたんですけども、グリップをこうすることによってよりこれがスッとこう自然にこう回るようになりまして、なので余計な力を使わずに体の回転をうまく利用して深いボールが飛ぶようになりました。これは新たな発見でしたね。よくカットマンというとやっぱり相手のドライブを抑えるためにここから上からグッとこういうスイングというのをまあ一般的ですよね、特に男子の場合。私も昔もそういうことをやってるんですけども、ここ最近、ワンホイ型のカットのスイングを参考にやっておりまして、それは今回グリップをちょっと変えたことによってスッとこう回るですね。これがちょっとこうなって自然にこう回るんですよ。これあとスッと回っていく、こんな感じです。で、全国レベルな板知らず、私のような地域レベルのプレイヤーだと、もうすごい強いドライバーでそれを頑張って抑えるということよりも、相手の何本打ち上げてくる少し軽めのドライブを確実に返せる方がはるかに重要なんですね。なのでそのためにも少しこれで面は比較的上向いて、まあこれ薄いラバーなんで少し上向いて体の回転を利用してスッといく、こうすると深くて安定したボールは何本でも入りやすい。ここで頑張ってこうするよりも体の力をスッと利用した方が深くて安定したボールは何本もこう入っていく、そこまあ表紙に戻れる、浅いボールに対してもこまスッと前に出ていける、こういうグリップをしていると浅いボールを来た時になかなかちょっと難しいんですね。それがですけど、こういうグリップでこう回していくと自然に前にも出れる、こうして基本姿勢に戻れる、こういうことが新たな発見でした。で、まあこの後問題としては、じゃあそのグリップバックカットでそのまま利用するというのは難しい、なんで指のこの切り替えをフォアカットとバックカットでできるようになること、あと攻撃にの時にうまくこの動きをさらに利用できるようになること、これは課題だと思います。はい、まとめますと、今回グリップを少し親指を深く入れて少し内側を向くグリップにしたことによって体の回転と合ってリラックスしてうまく体の回転を利用した深くて安定するカットができるようになりました。まあこれは筋力とか、身長とか、あと相手のドライブ入力によっても使えるかどうか変わってくると思うんですけども、これは非常に効果あるやり方の一つだと思うので、ぜひ皆さんも試してみてください。